吉谷さんに告白します、まあ、今回ねメルカリのなんか売り方むちゃくちゃいいのをね紹介してくれたんで、まあ、私もですね久しぶりにメルカリのこれは売れるぞって方法をねもう公開しちゃいましょうっていうか前から公開してるんですけどもね、まあ、私の場合はですね、まあ、メルカリで出品するじゃないですか。でそこはね多分他の人とあんまり変わらないんですよ。こっからがミソなんですよ。説明欄に商品のこと詳しく知りたかったら久保哲郎で商品名で YouTube 検索してくださいって必ず入れてあるんですよ。で以前は入れてたんですよね。でそこで検索すると、まあ、私がね商品説明を動画でしてるところが出てるんですよ。でこれが何を意味するかっていうと2つの意味があります。その購入しようとする人から見るとわ動画を自分のために撮ってくれたんだ嬉しいな、よしかもすごい説明してくれてるぞと。で質問欄でこういうところを説明してください見せてくださいっていうふうに挙げると動画を更新しますとか言って動画がねまた作られるわけなんですよ、うん、でそうなると動画見逃したくないんでチャンネル登録するんですよね。ですから私はですね YouTube のチャンネル登録者数のその網をですねメルカリにも貼っていて商品をやり取りするのはもう段取りであってねそこで儲かる儲かんないあんま関係ないんですよ。 YouTube のチャンネル登録をさせるためにそういうこともやっているということなんですよね。もちろんこれ取引先のあることなんで気にされていやこういう一般公開困るんですって方がいるために、まあ、すぐに削除したりね取引が終わったら限定公開にしたりとかで一部 OK なやつはそのまま公開のままにしたりしてるんですよね、まあ、こういうふうにして量から質が生まれるっていうのはどういうことかっていうと私の場合は YouTube をたくさんやったりとかアフィリエイトを一生懸命やったりとかあとメルマガで読者を増やしたっていうそういう経験とね実績があるからそれをメルカリにも応用してるってことなんですよ。でメルカリっていうのは相手方の住所が分かる場合があるんで私はきちっとリストアップしてそのリストに対して定期的にメールを送ってるんですよね。いわゆる購入者のメールマガジンです。まあでもね受け取った人からはメールマガジンっていうふうな認識ないんですよ。だって最初をこうやり取りする中で途中でねこれ何とかしてメールのやり取りを可能にするわけですよ。そっからというものを私はメールマガジン登録して一斉配信ででも一人一人にメールが行ってるようなねそんな形にしてるんですよね。うん、まあ、そうすると、まあ、変なメールが届くのやめてくださいって方は確かにいるんですけども丁寧に書いてるとあいつも有益な情報ありがとうございますところで久保さんは速稼塾ところで久保さんは例のやつっていう風になるんですよね。だからどこに360度どこにでも網を張っているってことが大事なんですよね。やっぱりね人間生きて朝から晩まで何かやってるといろんなところにチャンスがあるんですよ。ただチャンスに気づかないんですよね。気づかない。それは何かの道でもう一等地を抜くくらいズバーッとね量をやるとそのやった量を他にも応用しようかなってなるんですけどもあんまりやってないんでその横滑りのね技術の横滑りがやっぱ思いつかないんですよね、まあ、ですんで私はねメルカリでこんなノウハウありますとかね転売でこんなノウハウがありますっていう人よりもまだまだもうね語り尽くせないほどもっと簡単に利益を上げたり信頼関係を作ったりとかメルカリでの取引が終わったのに付き合いが続くようなね、でそんな関係できるわけですよ。だからメルカリでやり取りした方が自宅に来たことありますかって話なんですよね。メルカリでやり取りした人が今度何々県に行くんですけどなんかオフ会やるんで集まりませんかって言ったらいやメルカリで一回買ったことがあるんですみたいな人来ますかってことなんですよね。でそういうふうに考えていって全てのご縁がですね一期一会であり出会いは神様出会いに感謝っていう割には出会いを全部無駄にしているのがいわゆるねネットビジネスに逃げてくる人のいつもの顛末なんではないかなと思うんですよ。本当にですねそのメールの向こうには人がいるってことを忘れてその人を大事にすることをやっぱ忘れてるんですよね。で簡単に人脈人脈とか言うんですけどもじゃあ人脈人脈出会いが大事っていうんだったらどのぐらいの出会いとか人脈ができたんですかってことですよね。単なる知り合いを人脈だと言ったり自分から何かを買ってくれる人を人脈だと言ったり結局自分に対してプラスのことしか考えてなければこういうふうなねその場しのぎになってしまうんですけどもなんとか目の前の人のお役に立てないかなというふうに考えていると結構あるんですよね。そういうことがでいろんなアイデアが出てくるはずなんですよ。やっぱり量をやるってのはこういうふうに質に転化できる部分があるのかなということを、まあ、吉谷さんの動画から感じました。皆さんはどういうふうにね思ったでしょうか。このね動画をこうやり取り吉谷さんとの動画のやり取りを見てる方ちょっとラッキーなんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうか。